お疲れ様です。それでは今回は38周目の見通し。これをテクニカル的に解釈していこうと思います。まず、周足なんですけども、これ、ロウソク足1本が1週間というね、非常に長い、えー、タームになります。で、注目するべきポイントっていうのは、こちらですね。こちらが押し目になって、ぐいっと上がってるところですけども、ちょうどここに差し掛かってるんで、 多くのねトレーダーさんはここを意識するところだと思います今週はおそらくですけどもここを突き破って下に行く流れ130円台のマーケットをうろうろし出すんじゃないかなと思いますね130円台というとこの辺りですねでそのきっかけになる1週間だと思いますですんでこの週足を見るに跳ね返って上にいくってことはあんまり考えられないのかな特に今週は FRB の 金利の発表があって、そのまま実行されるんではないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ですので、水曜から木曜日にかけての FRB の記者会見発表になりますけども、そちらにご注目ということです。今のところ見通しとしては、さらなる円高が進むんではなかろうかっていうところですね。はい、そのほか、テクニカル的にですけども、まあ、これはね、週足なんでね、テクニカルがそこまでいきない時間軸ではあるんですけども、万が一上に跳ねたとしても、これね、 もう一回下に、えー、進んで、いわゆるヘッドアンドショルダーみたいな形になるんですよ、ヘッドアンドショルダーではないですけどもねで、そうなってくると、おそらくですけども、上昇した時のネックラインがこの辺りに設定されて、上がるとしてもここで折れ曲がって、今度こそ下に下がるっていうね、ちょっと遠い見通しが考えられます、で高根県のヘッドアンドショルダーで、なんでないかというと、ここに山が一個あるからなんですよ。 ね、だから高値圏ではないんですよね。これがなくてずっとこう上がりっぱなしで来たんだったら高値圏でのヘッドアンドショルダーという風に、まあ、週足といえどもね、考えていいんですけどもね、まあ、これは小ネタでございます。はい、じゃあ、日足の方を見ていきます。日足をテクニカル的に見ていくと、まあ、あの、週足と同じように下落真っ盛りなわけですよね。で、あらゆるネックラインを越えていきました。 ここも超えたし、ここも超えたし、ここも超えたということで、もうせき止めるものはないかなというところです。ちなみに言うと、直近のここも超えていきましたね。ドーンと跳ね上がって、えー、移動平均線で反射して、さらにここを一旦バウンドして突き破って、今、この勢いがあるというところになります。さらに円高の方向に進むんではないかなというふうにテクニカル的な解釈ができます。で、移動平均線の下にローソク足がずっとありますんでね。 そそういいいったととここころかからもこの下落はは相当破れれないかなでですね,、はい、それではね。4時間の方を見ていきます。4時間になると16日月曜日、まあ、16日は祝日なんですけども、もしくは17日に関連してくる値動きになりますが、ここもですね、もう下落トレンド真っ盛りで、それ以外に言うことがないんですよ。移動平均線の赤いところと青いところの間ぐらいでバウンドして跳ね返ってるっていう、ちょっと珍しい形ですけどもね。 下に加速して、さらにこの安値を更新して下に行ってますね。だからどん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 安値更新していますんで、このようにギザギザしながらもっともっと下に向かうんじゃないかなと思います。それから設定したあこちらの2つのゾーンも、両方とも超えていきましたね、えー。下落はますます進むんじゃないですか。ただし36周目があ4円の下落。4円のね。で、 えと37週目、先週がですね2円の下落ということを考えたら、下落のスピードはちょっと整ってきたかなというところがあります、えー。ただし材料のところでも申し上げましたけども、FRB の発表がありますんでね、それを受けて日銀の政策決定会合も多少変更がなされると思いますので、多分このダブルのインパクトはね、私の考えだと大きく円高の方向に進めてくれるんではないかなと思います。ですんです 4円の幅で36週、2円の幅で37週、38週目は、まあ、またね、3円とか4円のインパクトをつけて、下落の方向になっていくんじゃないかなと、これ、39週目にも影響すると思いますんでね、今月1ヶ月をこう支配していくってことになりかねないと思ってます。ですんで、1日ごとに見たら、まだなんとも言えませんけども、特に月曜日、火曜日はね、嵐の前の静けさになる可能性があります。 要するに、水曜日、木曜日で大きな発表があるんで、その前に多くの投資家が警戒して、資金をあんまりね、市場に出さないんじゃないかなと。そんな16日、17日があるとしたら、16、17は嵐の前の土けさで、あんまり動きがないようなね、拮抗するようなことも考えられるかなっていうところです。はい。で、1時間軸を見てみます。1時間軸は、前回ここでね、 下ひげが出てるんで、ストップするのかなと、一服するのかなと思ったんですけども、結局、ここを突き破って、またレジサボ転換をしそうだなっていうところですね、しかも赤い移動平均線にもぶつかってますから、高い確率で下に下がっていくと思います。そうなると、16、17の注目すべき点は、この140円の365あたりをね、値動きが下に向かって破っていくかどうかっていうところをしっかり見ておく、まあ、そんな形になります。 それ以外はトレードのきっかけはありませんので16、17、ノーエントリーでも仕方がないと思います。ただ、ここの140円の365あたりの今20銭引いたところですね。このゾーンを破って下に行ったらセルでエントリーしましょうっていうのが大きな考え方になりますね。その他はまたあのその日その日で個別で放送を送ります、えー。それでは38週目の見通しは以上でございます。さらなる円高。それに FRB の発表によっての加速。これが考えられるかなってところですね。